さっきの留め。嫁に誤爆メールを送る。今日はお父さんの好きな大根と鶏の煮物だから、早く帰ってきて、ハートマークかける3。あと、3連休、嫁ちゃんと息子が来るって、うさぎと犬の絵文字。物静かで厳格な人だと思ってたから、びっくりしたよ。その後すぐ、間違えたから。間違いだから。ごめんなさい。って電話来た。実は可愛い人なのかも。